はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、実力が上がる問題の解き方、これについてね、お伝えします。意外とですね、問題はやるはいいけれども、全然実力上がんないって方が意外と多いんですよ。勉強していて点数が上がってこない、合格できないっていう方っていうのは、必ず原因があるんですよ。その原因を早く突き止めるってことがすごく重要なんですね。まあ、その、原因にもしかしたらなっているかもしれない一つをですね、お伝えいたします。まあ、この三つをやったからといって、絶対に実力が上がるとは言い切れないんですね。それはなぜかっていうと、実力を上げるためには、いくつかの複数の要素があって、それら全てをちゃんとできるようにしていかないと、点数で上がってこないんですよ。一つ一つが歯車になっていて、一つでも歯車が狂っちゃったら、その時計っていうのは動かないじゃないですか。それと一緒なんですね。なんで一つ一つのこの歯車っていうものを見ていくってことがすごく重要で、今回お伝えするのはその一つの歯車と思っていただければと思います。で、まず一番最初ですね。一問一答で問題は解いていきましょうっていう話です。一問一答の過去問集をお持ちの方は、まあ、それをやっていただければいいんですけども、四択問題の過去問集を持っている方っていうのは、その一問一問についてちゃんと解いていくってことがすごく重要なんですね。四択問題であっても一問一問で、一問一答で解いていくっていうことです。一つ一つに対して丸か×かをちゃんと解いていくってことですね。例えば誤っているものはどれかって言ってね、選択肢1、2、3、4あって、なんか3がとりあえず誤っているって分かっていれば、とりあえず1、2、4っていうのが分かんなかったとしても、その問題自体は正解するわけですよね。でも、それじゃダメなんですよ。選択肢3だけが誤りって分かっていて、で、それで OK かってそうじゃなくて、1、2、4もちゃんと問題を解きましょうっていうことなんですね。で、続いてなんですけども、2つ目。解説のポイントで判断をする。選択肢1やりましたと。で、多分なんか合ってそうだな。丸、答え見る。丸 OK。っていう人が意外と多いんですよ。多分合ってんだろうっていうので丸する人も。それじゃあね、実力って上がってこないんですね。罰の場合も一緒です。なんかこれ誤ってそうだな。この部分が誤ってんな。って分かったとしても、明確にこの部分がこうやって誤っているまで分かっていない方ですね。曖昧な人。曖昧なまんまだったら、それはね、頭に入っていないのと一緒なんですね。解けていないのと一緒なんですよ。答えは合っていたとしてもね。だからちゃんと、丸であったとしても、×であったとしても、解説のポイントっていうものが頭に入っているかどうかで、その問題がちゃんと解けるかどうかを判断するってことなんですよ。もし解説のポイントっていうのがね、頭に入っていないのであれば、その問題っていうのは、もう×するべきなんです。×っていうのは、復習対象にするっていう意味ですね。解ける問題ってね、大体何回でも解けるんですよ。頭に一回ちゃんと入っちゃうと、あまりね、忘れないんですね。だからそういう問題っていうのは、そんなに多く復習する必要ってないんですよ。一方、解けない問題、曖昧な知識の問題っていうのは、何回やっても解けないんですね。で、そういった問題をちゃんと復習するってことが重要なので、ちゃんとその時点で罰にする。で、復習対象にするっていうことが重要です。で、ステップ3としては、この×をつけた問題を何度も何度も復習するということです。私自身ですね、本当に解けない問題ってどうだろう。10回ぐらいやったかもしれないですね、復習を。で、それぐらいやっぱやらないと頭に入んないんですよ。でも、多くの方が2回、3回やったら頭に入るっていう風な、考えがあるんでしょうかね。2度やっても3度やっても頭に入ってきません。解けません。自信なくしますっていう方が意外と多いんですよ。で、2回3回で頭に入るってこと自体がまずあまりないんですよ。それだけでは頭に入ってこないんですよね。ましてや法律の話じゃないですか。日本語で書かれているけどもやっぱ難しいんですよ。となってきた時に2回3回で頭に入れるってこと自体がまず難しいんで、それ以上に復習しなければ頭に入ってこないんですよね。だから何度も何度も復習するってことを前提に勉強を進めていく。っていう意識は絶対持ってください。2回3回で頭に入るっていう方はもうむしろ天才だと思っていただければと思います。普通の方はやっぱりね、もう私自身が10回やりましたけど、まあ5回以上は絶対にやっぱり復習しないと頭に入ってこないんですよ。だから復習するってこともね、前提にちゃんと頭に入れておきましょう。まあだからね、計画を立てる上でも5回とかね、解けない問題5回ぐらい復習するぐらいの計画をやっぱ立てないといけないんですよ。となった時に、今現時点で、計画を立ててね、5回とか復習できる時間があるのかっていうのをちょっと見てほしいんですよね。もう4月とかだとほんとギリギリなんですよ。正直。6ヶ月しかないわけですよね。で、過去問じゃあ10年分やりますよってなった時に、過去問10年分、初めはね、大体解けないんですよ。
となってきたときに、さあそれを2週目やります、3週目やりますって時間あるかっていうのを考えたときに、あんまりないんですよね。そうすると、必然と1日の勉強時間っていうものをそれなりに取ってこないと、なかなか点数が上がってこないですよね。復習する、ここまで行ってやっと点数が上がってくるわけですよ。まあもちろんね、初めにも言った通り、その他の要素もありますよ。要素もあるんですけども、まあそれも全部ひっくるめて、それはちゃんとできてこないと点数って上がってこないんで、そうなってくるとね、なかなかね、時間っていうものはないわけですよ。今この動画撮ってるのは2月ですけども、2月だったとしてもギリギリなんですよ、正直言うと。今個別指導の受講師さんでも、過去問集、弊社の過去問集で言うとですね、3週目に入ってる方が一番早いぐらいなんですけども、まあ、おそらくその方って大体合格するんですよ。まあ、バイトしての傾向を見ててね。その方っていうのは、まあ、これからまだ復習するわけなので、5回、6回って復習できるんですよ。まあ、その他の問題ももちろんやってきますけどもね。一方、今からきっちり勉強をね、過去問やっていくぞっていう方っていうのは、時間的に余裕がないわけですよね。もうおそらくできて2回か3回なんですよ。まあもちろんね、8月、9月以降はやっぱり予想模試とかやっていかないといけないんで、今2月と仮定した時に、3、4、5、6、7、8ですよね。6ヶ月ですよ。で、弊社の個別指導を見てると、だいたい、まあ3ヶ月かな ?3 ヶ月で一通り回すぐらいなんですよね。一周するわけなんです。そうすると、3ヶ月一周で3ヶ月一周だから、2周ぐらいしかできないんですよ。まあ過去も10年分とじゃあ仮定したとしてね。となってきたら、じゃあ2週で頭に入れることができるかって言ったら、今言ったように、2週で頭に入れることなかなかできないんですよ。そうすると、それよりも1日の勉強量を増やして、勉強をやってね、2ヶ月で一通り全部勉強する。まあ2ヶ月で、過去も10年分をやるっていうぐらいの、スパンで考えていけば、6ヶ月で3回できるわけですよね。それぐらい先を見越して、計画を立てて勉強を進めていかないと、多くの方が、試験3回、4回ぐらい前かなになって、ちょっとやばいですって思い始めるんですよ。でも、そこになったらもう遅いんですよね。試験4ヶ月前からじゃあ、どんだけ実力上げれるかって言ったら、本当にもう限られてるわけなんですよ。で、今まだ2月であれば、まだ今からでもね、十分逆転することができるんですよ。で、今すぐですね、計画を立て直して、あ、やり方はこうやってやるんだなってことをね、これぜひ使ってみてですね、実践してみてください。1日1日が本当に勝負です。過ぎ去った時間も取り戻すことはできないんですよ。もしあなたが1ヶ月前から勉強を始めたっていうのであれば、その1ヶ月前と今と比べてどれくらい勉強進んでいるのかっていうのを見てほしいんですよ。本当にそれだけしかできなかったのか、もっとできたんじゃないのか。多くの方が4月以降めちゃめちゃ勉強するんですよ。4月以降めちゃめちゃ勉強できるのであれば、今だってできるはずなんですよ。ぜひ今日1日っていうものを大切にしていただければと思います。効率的な勉強して、短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ。レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ下の概要欄から詳細をご覧ください。また、チャンネル登録や毎日3問、過去問をわかりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。